This program is the Miwok of Pachinko and Patches Low Variety. Main personality Yara Wu. Moekaf TV.ペロさんおはようございます。はい、やってまいりましたグランパ大久保。なんかそれ終わってから、あ、いやいや、あの携帯ポチポチしたら浜さんとムカつくし。いやそうですね、ちょっとやめます。なよって呼ぶ。なよさんそんなやらないですよ。いやいや、ずっとスロストしてるんですよ。あ、そんな、そんな何に失礼やつって、そんなんで満杯出されるの、それは気分悪いよ。あ、そうなんですか。それ秘訣かもしれないですけど、あ、いたんですか。あー、カラツね。ということで、グランパ大久保なんですけど、はいはい、18の久保っすね。18の久保、人300人ぐらい。300ぐらいね。多い、多いよ。まあ、だいぶ落ちてる。まあでも平日っすもんね。まあ、平日にしては多いね。そうね、そうですね。まだほんと600とかやったもんね。まあ平日でも来るときはどうなんだろう。どうなんですかね。なんかワールドカップ見てるらしいですね。そういうワールドカップね、楽しくてね。まあだから大体9時、12時、3時なんだけど、さすがに3時の試合はね、撮影があれば見ません。でも昨日なんか好カードだったらしいですね、ブラジル戦ね。だからあの抽選が終わって待ち時間の間にあのハイライトを見ようと思って、あ、結果をまだ耳に入れてないんだから。ポルトガル戦とか何回見てもいいもん。あ、そういうところで、フルでもう一回見ろって言われて全然見れる。まあ、やめとこ、あのどうせこの動画出るのもうワールドカップ終わったぐらいやろ。時事ネタ話すのもう俺やめたんだ。遅れてる。そんな、そんな遅いせいで。そんな遅くないですよ。俺に時事ネタを振るのは追いついてから。そうですね。100年早いときは1ヶ月遅い。1ヶ月遅い。やめよう。なんか今日打ちたいあるんですか。スロット、スロット。あれ何入ってんの。いや、特にね、なんかね、真新しいな、ないですか、うん、あるわけだね。あの、チャプ台返しってベルコの豆系のやつがあるけど、最高じゃないですか。いやいや、A タイプだな、すぐ飽きる。まあまあ、ね、抽選次第よ、まあ、でもあの何がいけるかなを考えるのは抽選してから。逆にじゃあ、何売ってるとこが見たいの。チャプ台返し。ちなみに5万しか預かってないです。5万しかっていう感覚がもうおかしい。叩き合えないです、イーボみたいに。いい、叩き合わない。別に俺叩き合いたいわけじゃない。すべてはね、おはようございます。おはようございます。入ってからですね。入ってから決める系。光ってる台ケースね。おはようございます。お願いします。ろくな台が空いてねえな。マジハル打ちますか。まあ220じゃやっぱ期待ないわな。あ、マジハロスイックス。まああの前回チャマ、5.9 ね、可能性は感じましたんで、俺が見せてやるよ 5.9 5キの可能性を。はい、はい、頑張ります、はい、とりあえずあのすいません、先輩ください、はい、先輩出して移動します。移動。知らない人がいっぱい。
してろ。鬼ボーナース。鬼ボーナース。桜を見るたび思い出してくれ。鬼武者。鬼ボーナスは設定差がないやつやね。千分の一ぐらいのやつ。バーが揃ったら鬼も。もしかして俺結構チャンスなんかこれは。一発目から。で行くよ。どう頑張れ。中断。終わり？ああそういうのか。設定差があるのが、はい、弱中の出現率と、まあ、重複率と赤ならのボーナス確率ぐらいない。ああなるほど。だから赤ならが多ければって感じ。ああなるほど、分かりやすく多分。チャンスアップがあるとチャンスアップか分かんない、この色が上がっていくんだよね。あーなるほど。え、お弱点弱点当たった。赤だといいんだっけ。そうです。ユリカランパついてません。揃った時え赤で、で揃った後に打ちくかどうか。そうだ、揃った後に打ちくことはないか。弱中の赤よ。いいことじゃ、いいことじゃろ。まあ、設定差がでかいところじゃないですかね。まあまあ早めに引けたのは嬉しい。カットインが一回も来なかったんだけど。まあ確定。ああ通常に戻るんだね。絶対にあれが発生するわけじゃないんだ。ああ。でれれ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 行こうじゃない。これは 何だ何で発展したの。スイカか。おー、白連敗しますもんね。おー、203ゲームを投資が6000円。ほらもう絶対ローズじゃんこんなの。わっしゃい。いやだからローズじゃんって。後ろだ。違うわ。あるある。この時あれやね、ボーナス終わった後にバオが揃ったらっていうのをもう揃えたことやね。はい。いやけどこの曲も好き。やっぱ俺アリスはこの衣装がいいわ。アリスも可愛いけど。はい、これが鬼門ですね。鬼カボちゃん。じゃあマジハロ2のカボちゃんさんということで。まあだから前作の悪カボ的なポジションなのかな。そうですかね、多分めちゃめちゃストックするパネルショット。気持ちいい。イエス。あらあら。このね、この一枚絵は可愛いんだけどね。あ、だからこれもうバー揃わなかったら終わりってことですか。ここにも
もう多分ああ大丈夫ダメやああまだあるロートないこれはガツに青しかない終わったんでしょ3回チャレンジやったああなんじゃいな終わったまあ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 あれやね 5.9 でも、はい、あんまり遜色がないというかこのゲーム性だとあけどこれサラサラらしいあこれですかああ今ニューワールドってサラって出たもん、これ変わったアニメのオープニング感がすごいマジハロの犬マジハロの犬あー大地やキングあープロキックが走ることねえだろこれがついてる。でかった。でかかな。これは当たるんじゃないですか？お、まだ突きっぱすね。当たってると思うんだけど。この受け方がそうだろうああ白白オリボーナス、まあ、揃えたいところですわな上下下下左右左右ああ頑張れ裏コマンド揃えこのね、途中でパネルショートするのめっちゃ好きだわおっしゃーい OK うまいよしよし、活かしていかないかんな鬼モードをなそのループをちゃんと3回以内に揃えるってことをね、はい、そうそうそうしていかないかで、実数60分余分じゃねえよ。ありきる。おーい。ナイス。すごい。チャメ。バケ。マジチャレ。マジチャレ？マジカルチャンス。1回は確定したのかな。なるほどです。ほら、まあ、ほら目が完全に闇落ちしちゃってんじゃん。闇落ちしちゃってるっす、ね。あれ？カボちゃん？鬼カボは？あれ？鬼カボ。おーい、ナイス。どういうこと？あれ？こっちのが先に出てきたとかね。そういうこと？ファイブはね、選べたけどね。おいる。Thank you.
対外れてないでしょ。ほらー、わー、この音ね、いいよね。キルルルルルルル、化けかな、移植が、けど、まあ、化け、移植がまだ引いてないね。レインボーやったね今。あ、本当ですか。ああ、いかもよ。違うけど、これ失敗する可能性があるんでしょ。これ失敗したら終わりでしょ。迎撃失敗すると終了。成功、これは成功やね。成功パターン。ああ、頑張れ。いやいや、レッ、金カボ、そういうことか、分かった分かった。おっしゃい、頑張れ頑張れ。あー、ダメ、あー、ダメ。夏、夏、お、歌が流れてる、月の記憶。あー、最高やん。けど、だいぶ上乗せしたよ。確かに、いろいろで、鬼カモは大吉。
元ああ、けど、これ成功したらか。これ、またキュービー行くんすか。かもしれんね。成功したら。あれ、バトルになってる。あれ二人目でバトル行った。ああ、いつもと違う。弱いパターンやってね。あ、アリスまで行ったらもう熱いんでしょうね。ローズね。はい、あ、ローズ、ローズ。そうね、最後まで頑張れ。よし、おお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 おあの状態に応じてよね、階層に応じて恩恵が違う。いやいや、けどいいことですよ。いや、さっきの継続が本物だったらまた行くはず。理屈としては違うね、違うね、たまたまやったね。ああ、金かも、押すかもね。どこま神社高確率秋やない？インカモに季節は？秋、秋、秋、秋。秋なんですね。一番いいじゃん。一番最高も。本当正月じゃない。うわし。これで鬼モードとか来たらもうやばい。本当やね。負け。乗せていきますよ。秋ですし、よし、もう一個くらい乗せようや。もしくは神社だからね。おみくじ気持ちいい。シャバネルパチ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 したっすね。なんかあんだろうな、ライブでなんか起きてんだろうな。あー、神社、熊神社。これは、あ、いやー、焼く気持ちいい。絶対1回は来るんですよ、毎回。な、何が。あ、そうなの。で、しかも金カボ、金カボ中はティンバと確定なんですよ。なんも大きいけど一応降格なんだ。気持ち引いたよ。こういうことね。一回だけやったってこと。保証保証。あ、そう。鬼は上、イエス、おー、すごいタイミング、イエス、赤席、微妙にパンチラスポットだった。もうないか、さすがに。32セットだからだけど。よう続いたよ。あー、素晴らしい、よく続きました。素晴らしい、素晴らしい、まあ、悪くはなさそうなんだよな。
っていうことやの台としては設定的なのは。いや今のところ超いいっす。リプレイやリプリップ会場ほらおー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 リップリップで赤だといいでしょ赤のあれが点滅ステントですよねうん多分ステントこれが赤だったらもう熱いイエス上これやめちゃダメっすよやめないやめないやめない打ちましょうよ弱地赤とディップ調赤が来たら本物だろうもうこれはいやいやマジ本物っす211ゲーム軽いねもう一山欲しいなそうっすね1000枚ぐらいのうめえ。よしよし。あんまり確かにそんな感じしないっすね。まあ、こういうのもあるし。熱いだろう。僕がかまいたち。とりあえず金貨もストックしたってことでしょそうです、まあ、だからいかにここで伸ばしてる間にストックできるかって感じかなはい中押し一角を狙っていきましょうああ気持ちいいあっよしよしさあさあ30%焦げてなくなってしまういやまあまあおえフリーズフリーズやフリーズや何これいやフリーズっすいやわかるけど何これそう何どうなったあ、無限あ、だからそうかフリーズね
単純にフリーズね。そっかそっか。うわーい。いや、やばいっすね。ウェーイ。6個やろ。はい、久々フリーズ引いたね。もうおーい。あれは何、たまたまそこでフリーズのフラグやったの。いや、何やばそうそう、たぶん どっちが先かわからない、まあ、ストックしていかないからね。100ゲームになってるもん。いや、発音してフリーズはね、めちゃめちゃ嬉しいね。いや、しかも外れたと思ったらやったっけ。そうそう、余計にやれ、わー3回目、わー3個かみたいな、次の金貨も伸ばさないかんねっていうところやった。絶対これは揃うやつでしょ。おー、素晴らしい。前が違う、複数とかかわいい。一枚絵好きっすよね、ヤルオさん。あ、そうやね。そういえばこれはね、これすみません、パシャらせていただきますわ。フリーズすら取らんかったけど、これはパシャるわ、かわいいわ。うわー、入ってるね、これも。ああ、おお、351ゲームで鬼鬼ボーナー。いや、だいぶハマったよ。ようハマった。複数ストック。うわっ、3個最低1個。やりたい放題。神社でそんなんしちゃダメよ。罰当たる。いやいやいや、それはね、よくない。おお、ここでイケイケすぎますね。すごいね、これはすごいですね。ああ走った。マリオ。モナがいい。モナ。おお。こういうどうなるんや、これは有力感。このボラ終わったらもう通常時かもしれない。でもそうっすよね。バケ。やっぱあの目は化けなんやね。たぶん、すべて。あ、ほら、もうこれ終了画面。あ、うわ、マジかよ。感想。あ、本当だ。こうやって終わる。ちょっとな、終わり方切ないな。これはけど、もうやめていいかな。満足。いやいやいや、ようやったっしょ。ああ、4068枚。ああ、よう出た。すごいすごい。いいよいいよ。最終が、投資が7000円で4000枚出ました。いやいやいや、でけえや。
マジハロおもろい。あーそう、そうなんや。チャマもいいねって言ったけど、うん、マジハロもいい。悪くないんだ。やれた。あとは気泡でぶっ殺すだけ。あいつだけはやらないか。やってやらないか。いつもね乾燥させんから。やってやらないか。だから投資が1万円の6万円返済で入った。危なく100万突破しそうだったよ。あ、そうそうそう、まあそういう意味でもね、グッとこらえてるから、ギリギリ耐えた。2連勝。いやついにけど禁断の扉開いてよ。 5.9 でやっていこうというこの方。いやいや、示した示した、道を示したよ。あるよ。いや勝ったら楽しいで。勝ったら楽しい。いやー、超へこんだ。それはへこんだ。なんでそんなに負けるの。スロットと一緒ですね。あ、熱くなって、熱くなっちゃうんですね。高くなるんだ、掛け額。5スローから20みたいな感覚が近いですね。最初は5スローで遊んでるんですけど、気づいたら負けが1枚になってると、もう5スローでは取り返せないからってね。で500円ずつで掛けたのが2000円になって、でそしたら気づいたら2万ってなったら、2000円でも取り返せなくなってだったら怖いね。ペット数が決められない。それはポポートも一緒ですよ。でもってなると、もう多分だから借金とかしてる人って競馬が多いと思う。スロットで、スロットだって負けが決まってるからね。決まってるっすけど、ね、知れてるしね。スロットで借金してると本当に病気っすね。まあまあ、まあ、競馬もそうなんですけど。お前、俺今一番言っちゃいけないこと言ったね。今一番、いやいや、お前スタッフ、今スタッフとしてお前一番言っちゃいけないこと言ったね。お前病気っすね。病人が稼いで金で食う飯はうまいか。多分スロットのでアコムとかアイフルとかに借りる人って多分毎日行く人だと思うんですよね。俺じゃないと俺そんなに負けないと思うんですよね。だけど今でこそ給料入ったらちゃんと先に家に入れる金はもう死守してる側になったし、ここ3、4ヶ月携帯も止めてないから俺も一歩大人になったけど、元病人から言わせてもらうと、例えばじゃあ給料入ります、うち行くでしょ、で、まあ、ガンガン行くじゃん。給料入った後ってガンガン行くじゃん。それこそゴッと打つじゃん。ガンガン行こうぜよ。ガンガン行こうぜ。ガンガン行こうぜ。ガンガン行こうぜ。で、まあ負けて、まあ払わないといけないお金を使っていくでしょ。まだガンガン行こうぜからも取り戻そうぜになるでしょ。で、そこで一回勝つじゃん。その支払いができる額勝つとするじゃん。けどその支払いをしたら 1,2 万しか残らんってなったら、さらにガンガン行こうぜになる。これを増やそうぜ、これを増やそうぜになる。これを増やそうぜ作戦で絶対負けるじゃん。まあ負けるっす。で結果っていう、必ず命大事になるんだ。HP が黄色なのに、黄色なのにもう回復薬もないしどうしようもないんだけど、命大事にしかないもん。MB もないから逃げるしかできないんだけど、辛い、逃げれないから。そう、囲まれてしまった、借金取りに囲まれてしまったり。だから若い頃のお金の使い方だと、お金っていうものに対しての捉え方が変わってくるから、年取ると。お金あるないは別として、まあもちろん家庭があるとかいろいろあるにしても、やっぱね、ガンガン行こうぜの質も変わってくるよね。だってレベルが高くなってるから。ああ、本質は変わってないけど質は変わった。ガンガンは言ってんだけど、今だったら、バチツブに対してガンガン行こうぜっていう命令をしない。なんなんですか、作戦名つけるとしたら。作戦名つけるとしたら何ですか。釣りに行こうぜ。釣りに行こうぜ。もうスロット関係ないじゃないですか。違うよ、違うよ、勇者じゃなくてよくないって。戦えそうよっていう、もう前提が違う。クエストしない。あ、クエストしない。クエストで。だって職業踊り子だもん。職業踊り子。昔は勇者になりたいと思ってたけど、今はねちゃんと踊り子を自覚してるから。もしくは道化師やる。あ、道化師。